スプレッドシートクラスの人数分コピーするのいつも超めんどくさいんだよね。はあ。ウエスティウエスティ助けに来てくれたのかい助けに来てくれたのかいあれ無言クラスの人数分シートをさこうやってコピーするのさすごいめんどくさいんですよ。大変ですよね。なんか便利な方法ないですか。そしたらガス使っちゃいましょうか。ガス使ってできますか。頑張りましょう。はい プログラムのいいところっていうのは、うん、1回やった操作を、うん、まあ、繰り返しやりたい、うん、今回は多分クラスの人数分ですかね、うん、っていう時に繰り返しの操作が得意です、うんうん、プログラムは何回も同じことやるのが得意です、うんうんうん、なのでマクロを記録というところで1回だけシートコピーするところを1回だけ記録しちゃいましょう。はい、マクロの記録でコピーしていけばいいですか。え、1個だけ1個だけ、はい、コピーか、はい、複製ちゃうわコピー、はい、はい、これでいいですね。保存保存、はい、チップス、はい、はい、でスクリプト編集をここ押してみましょうか。はい、そうすると今ただシートをコピーするというだけの操作が、はい、マクロ .js というところに記録されました、うん、これ今3行ありますね。はい、なのでこの3行がシートをコピーするおまじないです、うん、はい、はい、なのでここの3行をコピーします、うん、コピーします。2行目からですね。2行目から、はい、波括弧の中身、波括弧、ちょっと待って、はい、この3行分、この波括弧入っていいんですか。あ、入んなくていいです。入んなくていい、はい、こういうこと、ここまでです。はい、これをコピーします。はい、そしたら code.js というところがプログラムを書く場所なので、はい、はい、ここに貼り付けましょう。ここへ、はい、2行目から、はい、貼り付ける、はい、はい、そして保存はまだしなくていいです。はい、はい、で次に開業、開業で4行目から開業します。はい、開業、開業、もう一回開業、もう一回開業、はい、ということで、ここに要するに今これだと1枚だけシートをコピーしてくれます、うん、はい、はい、ここを、人数分、人数分でも人数分これ貼り付けどうですか。やりたいですか。やりたくない。やりたくないですね、はい、結局結局こういう手間になっちゃうので、うん、ここでプログラムの、はい、これガスとかではなくていろんなプログラム書き方あるんですよ、うん、日本語とか英語とかイタリア語とかいろんな言語があるように、はい、プログラムの世界にもいろんな言葉があって、うん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 、これガスと呼ばれるのが第1回の動画でやったんですかね。JavaScript という、あ、はいはい、やりました。言語をベースに作られている。はい。まあ、JavaScript の方言みたいな。方言ですね。はい。なんですけど、まあ、それ以外にも、なんか、多分代表的なのは C 言語とか、はあ、Python とか、聞いたことある。なんか聞いたことある人もいるんじゃないかと思うんですけど、はい、そういうふうにいろんな言語あるんですけど、どの言語でも、まあ、大体ある繰り返しの書き方。はいはいはい。構文と呼ばれるものがあります、はい、これをちょっとここだけは自力で書かないといけないので、うん、そこだけ、ちょっと今ちょいとこれから私は書く、はい、書いてみたいと思います、はい、なので、FOR FOR ね、はい、そうすると4って多分出てくるので、うん、はい、このまま4を書いていきます。4ちょっとこれ押してもらっていいですか。4、はい、上の、はい、上の4、これでいいです。はあ、スペース入れて、カッコの始まり。はい。で、次にここに、レッド、LTT、はい、レッド。これまた押すの？まあ、押さなくても、スペースでも。スペース。はい。で、I。I。イコール。イコール。で、よくプログラミングの教科書だと、ここ0になってるんですけど、
そうしましょう。じゃあ、教科書通り。教科書通りに行きましょう。ゼロ。ゼロ。で、セミコロン。セミコロン。はい。セミコロン。で、スペース。スペース。I。I。ここで、小なり。小なり。こっち？あ、違う違う。こっち？はい。I の小なり、で、今回、人数何人いますか？30人。30人ですかね。じゃあ30人なので30と書いてみましょうか。30、はい、ここはクラスの人数分、人数を書いてみます。はい、30でセミコロン。セミコロンで、スペース。スペース。はい。はい。プラス。プラス。プラス。もう一個プラス。プラス。はい。括弧の外に出てもらって、はい、スペース開けて、ここで波括弧。こっち側？はい。何か。はい、これです。で、開業。開業。はい。ということで、ここに、繰り返す言葉をこの波括弧の中に書くということになります。うん、これ、意味は、すごく簡単に説明すると、最初の i イコール0と書いているところが、スタートする番号ですね。うん、なので、i という数字。これは i というのはもうただの発行変数です。変数という、ここにの数字が入れ替わっていくんですね。どんどん変わってきます。はい。はい、ちょっと今難しいんですけど、はい。で、これを0からスタートします。はい。なので、0番からスタートすると今思ってください。うん。0番からスタートして、30番まで。次、そうです。30番より小さい間は、続けていいよ、ということになります。うん。これで、最後の3つ目のところが i++ で、うん、これ1足すっていうんですね。i を1個足すっていうんで。なので、全部、この1周分の処理が終わったら、i っていう、今0番目だったところが、プラス1されて1番目に変わります。で、またやります。2番目、3番目で変わっていくと、うん、これ、うん、真ん中の i 小なり30っていう条件があるんですけど、うん、ここの条件があるので、30番目になった時に、うん、i は30、より小さいですかって聞かれて、同じって小さいにはならない。これ不等号なので入らないですよね。うん、はい、なので30番目の時に条件を満たせないので、はい、処理が終了します。終了します。はい、という、ちょっと。これがだからさっき言ってた世界共通言語ってことですか？まあ、世界共通言語に近いです。本当にこの通り書けばどの言語でも動くというと嘘になってしまうので。うん、はここまで無責任でございるんですが、うん、基本どの言語でもほぼ似たような書き方で、うん、繰り返しというのが書けます。繰り返し、何回繰り返すよ、はい、で、その何回っていうのはこの 、はい、今はクラスの人数分30だけど、ここはケースによって、はいはい、この今回の30の場所を変えれば、うん、変えるだけで、はいはいはい、あとはコピーしてもらえばいいので、30のところだけ毎回その何回、うん、繰り返したいかというところだけ変えてもらえれば、うん、はいはい、繰り返しは基本書けますと、はい、ちょっと難しいんですけど、これはこういうものも、はい、算数の公式だと思ってこういうものなんだっていうことですね、はい、そうですね、公式みたいなものです、はい、まさに。わかりました。で、その今上に3行あるじゃないですか、これをコピーしてこの中に入れましょう、はい、このここからってことですか、はい、下、下のここ7行目のところですね。で、これタブキーを押してもらうと、はい、いいと、カーソルが自動的にここに行くので、はい、ここでコピー。ペースト？はい、ペーストでいいです。はい、これでいいです。ちょっとまあ行ずれてますけど、あんまり今動き関係ないので、これでいいですね、はい。はい。ここで今、4の中に繰り返しの処理が入ったので、うん、2から4行目のところはもういらないので消しちゃいましょうか。2から4行目このコピーした、これもいらない、外にはいらないので、今回繰り返しで30回繰り返すので、これ外にあると31回になっちゃうので、あ、まずは1回のやつだけを、はい、なるほどね
これ4という今ちょっとうまいこと言葉にできないけど、あの今4という中に入れてないと1回だけやると、はい、だから普通プログラムは1回だけやるものなんですけど、うん、この4というものを書いてその中に入れると、今やった30のところ動かして数変えられますよって言ったんですけど、うん、その回数分だけ繰り返しできると、はいはいはい、今回30回やりたいのでこれで終わりましょう。はい、これでじゃあガスって何のシートの方行ってもらって、保存、あ、一回保存しましょう、忘れずに保存しましょう、はい、すごい保存にこだわるけど、で一回スプレッドシート行ってもらってスプレッドシート行って、このシート1のコピーは邪魔なので一回消しちゃいましょうか。はいはい、はい、で無題のプロジェクトの方行きます。はい、あ、でここでそうか、シート名がこれじゃないです。今、コピーしたときって、シート1のコピーみたいな感じの名前になるじゃないですか。うん、これ、シート1のコピー、シートコピー、シート1のコピーのコピーみたいな。すごいいっぱい切っちゃうので、はいはいはい、ちょっと名前も変えたいですね。変えたいですね。なので、じゃあまた、スプレッドシートの方に戻って、うん、ちょっと書き足したいなと思ったら、要するに名前が書く、名前を変える、シート名を変えるという、うん、ものが欲しいので、マクロをまた記録する、記録しましょう、はいはいはい、あ、マクロを記録する、はい、シートのコピー作る、あ、名前を変更だけで今回ですね、名前変えるとこだけマクロを取りましょう、はいはい、という感じで保存なんだか、これで名前を変えるスクリプト取れたので、じゃあスクリプトの方行ってマクロ .js ですね。マクロで記録したものはマクロ .js というところに行きます。はい。あ、まだ何も記録されてないですか？あ、もう一回出たらいい？もう一回閉じて。そうですね。ここあ、で、マクロアップスクリプト開いてください。はい、多分ページ読み込みしてなかったので、うん、ちょっとまだ更新されてなかったんですけど、はい、はい、ここで今下にいますね。これ。はい。あ、ちい。そうすると、はい、こんな感じで、うん、getActiveSheet.setName とあるので、コピー？あ、この行をコピーしましょう。はい。あ、下の1行目、下の最後の行だけでいいです。あ、下の最後の行だけ、はい、コピー、多分これはおそらく名前を変えるにはセットネームというのをやればいいんだなというのが多分なんとなく英語読んでればわかるかなと思うんですけど、はいはい、まさにこれが欲しかったので、うん、じゃあこれをコピーして code.js の方に、はい、見つけちゃいましょう。どこに、この法文の中ですね、繰り返しの中に入れてあげないと名前つかないので、この中？はい。ここですか？はい。何かここにあると気持ち悪いので、ちょっと開業して下の行にしましょう。はい。全く気持ち悪くなかった。本当ですか？開発してると気持ち悪いです。大丈夫です。はい。で、こんな感じで、はい、ここまででいいですかね。OK ですか？じゃあ、これもまたコピーして、あ、保存してもらって、じゃあいざシート30個コピーされるか、はい、ちょっとやってみましょう。ということでコードの方こっち、はい、で今マイファンクションという名前になってますね。ファンクション、はい、マイファンクションなので大丈夫ですと、はい、じゃあこれを実行ボタンを押しましょう。こっち、はい、スプレッドシートの方見てみてください。これこういうこともよくありますね。シート名チエルはすでに存在してます。さっきと同じ、はい、さっきと同じ、前回と同じってことですね、はい、これもう一回あるものを作っちゃうとダメなので、うん、これチエルのコピー一回失敗なので削除しましょうか。これ、はい、こういうこともよくあります、はい、なので名前同じ名前作っちゃダメなので、こっちの名前変えたらいい、いや変えてもダメなのでコピーしてもらってすいません、これをコードの方、プログラムの方行ってもらって、はい、のセットネームチエルのところがすでにチエルという名前を30個作ろう、30枚チエルという同じ名前で作っちゃおうとするわけですよ、うん、
そうすると毎回エラー起きちゃうので、ここ消してもらって、このダッシュも消してもらっていいですか。逆側もそうです。はい、このシングルコートも消してもらって、ここに先ほどのあの法文の中で使った魔法の言葉愛。出た。はい。これ愛だけ入れてください。愛だけ。はい。これで。はい。こうすると愛というところは一周するたびに0、1、2、3、4って変わっていくんですよ。はい。なので名前も0、1、2、3、4というふうに名前を変えてくれるので、名前が被っちゃったという事故が起きないで済むと。一周って終点はどこ？終点がこの最後、名前セットネームのところですね。あ、違う、一周すると0、1、2、3。あ、で、そうです、そういうことです。30という終点を先ほど決めてるので、ほいほいほい、そこでちゃんと終わってくれます。すみませんね。ただ、はい、今回やってるとちょっとこういう法文の癖なんですけど、うん、0番目からスタートするんですよ、うん、プログラムの世界、はいはい、でもあの出席番号にしたいなとか、例えばあるときに1から始まった方がいいかなと思うので、うん、セットネームのところを i 足す1にしてみましょう。これ足したって、はい、0足す1すれば1なので、うん、はい、最初が1になるようにちょっとしてみました。でここまで書いたら保存して、はい、ちょっと今度こそということで実行してみましょう、はい、なんかうまくいってそうですね。なのでちょっとスプレッドシートの方をタブ変えて見てみましょう。すると、はい、こんな感じですね。すごいやん。はい、ということでちょっと最初は簡単にというところで、はいはい、ここを人の名前にしようと思うと、うん、すごくあのもうちょっと難しい書き方しないといけなくなるので、はい、でも出席番号だったら、はい、今のみたいな感じでやっていけば、はいはい、もうこれをこのまま真似して作れば、はい、もうスプレッドシートで、そうですね、シートを何枚も作る苦労からは解放される、はい、ということに。これじゃあこのガスを実行したいときは必ずこの画面に行かないと実行できないんですか？そうですね。このやり方をする場合はこの画面に行かないと、その何をするか書くところ、うん、要するにプログラムを書き換えないとちょっと30回繰り返せて書けないので、うん、ここに関しては今回のケースでは、はい、このここからこの画面をちょっと慣れてもいただいて、はい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 、ただ一回書けば基本のコピーでコピペで動くことも多いので、うん、はい、なるほど、思います。で、ちょっと一つ一つのシート見てみると、これ一番最初にあったシートの中身と全く違うと思うんですよ、うん、なので最初に用意する、今回チエルという名前がついているこのシートをコピーしたい内容のテンプレートのような形で、まあ、頑張って1枚作っていただければ、うん、それが人数分コピーするといったことが考えられます。はあ、奥が深いけど、はい、やってみるとすごく便利、はい、みたいなところですかね。はい、はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。だいぶあのディープな世界になりましたけれども、まあ、これを機にですね、先生方が僕も私もガスやりたいということでお勉強していただけるとより世界が広がると思いますので、ちょっと難しいガスシリーズ、少し難しい内容でしたけれども、あの何でしょうね、見物、あのエンターテインメントだと思って見ていただければあの嬉しいです。ガスシリーズご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。引き続きチエルをよろしくお願いします。以上です。